はい、こんにちは、116ウィンズです。明日でオールスター前最後の試合で、現地夜にはドラフトも控えていることから、トレード戦線が本格的に動き出すのもそれ以降かと思っていたら、今日ロイヤルズとナショナルズ間でトレードが成立しました。今日ロイヤルズはナショナルズのリリーフピッチャーハンター・ハービーを獲得したと発表。見返りとしてプロスペクト1人と、明日から始まるドラフトの指名権をナショナルズは手にしています。ロイヤルズは昨年106敗から今季予想以上、いやそんな言葉で収まらないくらいの飛躍のシーズンを送っていまして、プレーオフ争いにも食らいついていますが、今季通してずっと課題となっていたブルペン補強についに動いてきました。ゲーム終盤に常に不安を抱えていたところ、 MLB でも有数の剛速球腕であるハービーを加え、そこをもう少し安定させたい思惑でしょうか。一方でナショナルズはここのところ負けが込んでしまい、プレーオフ争いからやや遠ざかったタイミングでのハービー放出。おそらくこの夏は売り手に舵を切ったと思われ、またナショナルズはトレードチップとなり得る選手を結構抱えていますが、今日のトレード以降もデッドラインまでに何件かトレードをまとめてきそうな状況となってきました。今回はこのロイヤルズとナショナルズ間で成立したトレードを中心にお話していきます。今回のトレードの全容がこちらとなります。ロイヤルズがナショナルズからハービーを獲得し、見返りとしてナショナルズはどの媒体でも概ねロイヤルズ参加トップ5以内の評価を受けているサードの有望株ケイデン・ウォレス、さらに明日から始まるドラフトの戦力均衡ラウンド指名権、全体39位指名も手にしています。トレードのファーストインプレッションとしては、まずロイヤルズが課題であったブルペン補強に成功。ロイヤルズブルペンは結果が出ていないのもそうですが、支配力、パワーリリーフにも欠けている部分がありましたので、ハービーはタイプとしては今チームが一番必要としていた選手かと思います。またハービーは来季も保有できますので、単なるレンタルで終わらない点もいいかなと思いました。一方でナショナルズは個人的にはハービー一人で十分すぎるリターンを手にしたと考えています。ウォレスはマイナーシステムがやや弱いロイヤルズだから、相対的に参加内の評価が高かったかもしれませんが、それでもソリッドな内野の有望株であることに変わりはありませんし、またドラフト指名権も手にしたことでドラフト戦略が広がったのもいいかなと。ハービーもここのところ成績を落とし気味ではありましたので、売れる時にいい見返りで売り切った点でも評価はできるでしょう。ではまずはロイヤルズ側から見ていきますが、ロイヤルズは現地7月12日時点で52勝43敗、ワイルドカード圏内までゲーム差なしと、プレーオフ進出も現実的なところにいますが、冒頭でも触れたように今季ここまでブルペンがずっとネックといった感じでした。ブルペン防御率 4.30 は MLB22 とシンプルに抑えられていないのもそうですが、 MLB29位の K%、 18.7% もブルペンとしてきつさがあったかなと。やはり試合終盤、特に僅差のゲームですと支配力が物を言いますので、三振を奪えない、運に左右される部分も多いとなかなか厳しく、ましてやプレーオフも見据えますと、やはり補強は必須のポジションだったと思います。ブルペンの平均球速も MLB で下位に部類されるチームでしたので、一定水準以上の支配力があり、かつ球速も速いパワーリリーフを連れてきたかったですし、6月下旬に G アスレチックのケン・ローゼンタール記者は、ロイヤルズが同じく課題となっている外野手補強以上にブルペン補強の優先度を高めているという話も伝えていました。そういったチームのニーズを考えますと、ハービーはまさにピンズドな補強だと言えるでしょう。昨年比で少し球速は落ちていますが、それでもハービーの今季の平均球速 97.8 マイルは MLB 上位 4% と MLB 全体で見てもかなりのパワーリリーフと言えますし、また2022年以降の K% は毎年 26% 以上をマーク。今季少し割合としては落としていますが、2022年と2023年は共に K%、 28% 以上となかなかのものですし、空振りに関しても平均以上の水準で奪えている選手です。後でも触れますが、ここのところ少し失点がかさんでおり、シーズン全体の防御率が 4.20 と決して良くはないのですが、球速も出て三振もそれなりに奪える点では、ロイヤルズが求めていたものをハービーは持っているでしょう。今季の年俸が235万ドル、おそらく来季は400万ドル、500万ドル前後くらいになると予想していますが、金額的にも割とリーズナブルに保有できる、試合終盤を任せられるパワーリリーフをロイヤルズは加えることができたのではないでしょうか。一方でハービーに関して気になるのは6月以降の不振です。6月2日までシーズン全体の防御率が 2.08、 FIP も 2.14 と高騰していたハービーですが、6月6日以降は防御率 8.59、 FIP 5.28 と成績が大幅に悪化しています。リリーフはどうしてもイニングのボリュームが多くはないため、多少まとまった失点をしただけで成績が大きく悪化してしまう側面ももちろんあるとはいえ、5月以前と比べますと6月以降のハービーは空振りをちょっと奪えなくなっていますし、またハードコンタクトをかなり許している点も気になるかなと。6月2日はナショナルズの今季58試合目だったんですが、ハービーは早くも今季28登板目ということで、この時点でほぼ2試合に1回くらいのペースで投げていた。その後ちょっとペースは落ちたとはいえ、現時点においてもハービーは MLB 全リリーフの中でも比較的登板数、イニング数ともにこなしている選手ですので、疲労の蓄積というところが成績に現れてしまった部分もありそうですかね。
これが一時のスランプでまた調子を取り戻せればいいんですが、そこの不安は当面は残りそうです。ただまあこうしてロイヤルズが獲得したあたり、チームとしてはハービーの復調に自信があるのだと思いますし、トレード市場が本格化する前からブルペンの課題に着手したあたり、今季に対する本気度も伺えます。おそらくロイヤルズはデッドラインまでまだまだ補強してくるとは思いますが、今後の動きも楽しみになるような今回のトレードとなりました。では続いてはナショナルズ側ですが、個人的にはハービー一人で十分すぎるリターンを手にしたと思いますし、今回のトレード単体だけ見ればナショナルズはかなりうまくやったんじゃないかと思います。ナショナルズは6月まで予想以上の前線でプレオファラソンに食らいついてきましたが、6月24日以降5勝13敗とついに負けが込んでしまい、まだゲーム差的には可能性は全然あるとはいえ、少しプレオフ圏内から離されてしまったのも事実。現有戦力でプレオフに行くには補強ポイントも多く、その中でここ1ヶ月ほどかなり怪しさが見えていたハービーをなかなかの見返りで利確したのは良かったと思いますし、賢明な判断と考えます。リリーフはボラティリティの高いポジションですので、高く売れる時に売る方がいいでしょう。獲得したウォレスは MLB.com だとロイヤルズ傘下2位、ベースボールアメリカだと傘下5位の評価を受けており、サードの割にまだマイナーでズバ抜けた打力は見せてはいないとはいえ、守備面には定評がある選手。ナショナルズ傘下には同じサードにブレイディ・ハウスという強力なライバルはいますが、打力がもう少し伸びてくればソリッドなレギュラーになれるだけのポテンシャルは持っていそうでしょうか。また明日からのドラフト全体39位指名も手にしたことでボーナスプールも増えました。MLB 全体で見れば相対的に評価が低いロイヤルズ傘下から無理に誰かを選ぶよりも、全体的に弱めとされるドラフトクラスとはいえ、もらった指名権で自分たちが好きな選手を選べた方がいいという考えもあるでしょうし、増えたボーナスプールをうまく活かして指名する選手全体のレベルを上げることだって可能ですから、ナショナルズは明日からのドラフトでもらった指名権、そして増えたボーナスプールをどう活かしてくるんでしょうかね。ドラフトの成否によっては将来的にこのハービーのトレードがさらに大きな意味を持つなんて展開があってもおかしくはないでしょう。ハービーの放出で本格的に売り手に回る可能性が高まったナショナルズ、トレード候補とされる選手も多く、月末のデッドラインまでにどれほどの選手をどれくらいのリターンで売れるでしょうか。今季限りのレンタル組ですと、ハービーと同じくリリーフのディラン・フローロを欲しがるチームは多そうですし、全体的に野手の選手層が薄い今年の夏のトレード市場において、今季ついに復活したジェシー・ウィンカーも興味を集めそう。いつ怪我から復帰できるかという問題はありますけれども、先発のトレバー・ウィリアムズも怪我前は成績が良かったので、こちらに関してもトレードデッドラインまでにある程度復帰の目処さえ立てば、トレードの可能性は十分あるかなと思っている選手です。若手も着々とメジャーに上がってきている中で、ナショナルズは近々再びコンテンダーへの道を歩み始めると思っていますので、来季も保有できる選手をどれほど売るかは不透明な部分もありそうですが、レーン・トーマス、カイル・フィネガンらも放出するんだったらいいリターンをチームにもたらしてくれそう。このあたりも含めてこの後のナショナルズの動きにも注目したいです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、 MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。